はい、皆さんこんにちは。実践経営 YouTuber の坂元社長です。今日も元気よく TOEIC パート5対策の問題を見てまいりましょう。この動画は細かくチャプターを分けておりますので、皆様のニーズに合わせてうまくご活用ください。特に最後の音読のコーナーは一番力がつくところですので、ぜひ最後までご活用ください。今回扱う問題はこちらの問題です。まず最初の単語はデザートです。このデザートというのは砂漠という意味なんですね。ちょっとここで単語クイズです。これから単語を言いますので意味を推測してみてください。 desertification desertification デザートという単語が含まれてますよね、一番最初に。はい、答えは砂漠化という意味なんですね。 desertification というのは環境問題でよく出てくるんですが、砂漠化という意味です。はい、では次、単語クイズ2つ目、 deforestation deforestation、 これはどういう意味でしょうか。皆さんご存知の単語を探してください。間に forest 森林という単語が見えますよね。はい、そうです。 deforestation というのは森林伐採、森林破壊という意味なんですね。この desertification という単語とDeforestation という単語は環境問題で関連性があるのでセットで出てくるので、2つとも覚えておきましょう。次の単語は Geographical です。 Geographical というのは地理学上のとか地理のという意味なんですね。もともとの単語は Geography、 これが地理学、地理という学問を表す名詞です。それの形容詞形が geographical ということなんですね。ですので地理学上のとか地理のという形容詞の意味になるんですね。はい、ということで geographical、 地理学上の、地理のでした。最後に rarely です。 rarely というのはめったに何々ないという意味の副詞なんですね。形容詞形は rare って言います。珍しいという形容詞がありますよね。それの副詞形で rarely ということになってますから、めったに何々ないという否定の副詞になるんですね。この否定の副詞というのはすごく大事で、 not とか never だったらもう見るからに否定じゃないですか。でも rarely というのはこう見た感じ否定っぽく見えないですよね。だから皆さん勘違いされやすいのでよく出るんですね。同じく seldom という単語もめったに何々ないという意味の副詞で、一緒に覚えておいた方がいい単語になります。はい、ということで rarely、 seldom、 めったに何々ない、2つセットで覚えちゃいましょう。はい、それではこの問題やってまいりましょう。 The Sahara Desert in Africa、 アフリカのサハラ砂漠は is a geographical area、 地理学上の地域であると。はい、そして後ろに that があるんですが、この that は receives という動詞の前にありますよね。ですのでこれは主語の働きをしつつ受け取る地域というふうに地域を同時に修飾していますから、この that は関係代名詞の that ということになるでしょう。はい、that 以下のような地域ということですね。何を受け取るのかというと、ごくわずかな空欄を受け取る地域となります。地理学上の地域。はい、でここ空欄になってるんですが、ヒントはこの層だからです。だから、はい、こっち結果前が原因です。これ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 、だからこれこれといった場合、こっちが原因でこっち結果ですよね。はい、じゃあ原因の方が問題に問われているわけですから、結果の方をヒントにして考えていきます。結果の部分を訳しましょう。そこではめったに雨が降らない、このレアリー大事でした。レアリーはめったに何々ないという否定ですからね。めったにそこでは雨が降らないんです。当然そこではというのはアフリカのサハラ砂漠ですよ。アフリカのサハラ砂漠ではめったに雨が降らないんです。
その理由、原因がこれです。ごくわずかしか空欄を受け取らない地域だからです。サハラ砂漠が。はい、じゃあ何をほとんど受け取らないんでしょうか。わずかしか受け取らないんでしょうか。1番、インスピレーション、霊感直感、刺激。ああ、何か感じる。天から何か感じる。サハラ砂漠がそういうものを受け取る、受け取らない、関係ないですね。次、B、協力。協力をほとんど受け取らない。これもちょっとおかしい。はい、次、パースピレーション、さっき行きましょうか。パースピレーションというのは汗。これ汚い。サハラ砂漠は汗を受け取らない。汗が空から降ってきたらちょっと怖い。はい。ということで答えは C。プレシピテーションというのはちょっと難しい単語ですが、降雨量。降雨とか降雨量という意味なんですね。降水量とかね。だからほとんど降水量を受け取らない。つまりほとんど雨が降らない。ほとんど降水がないと、ね。ほとんど雨が降らない地域だということなんですね。はい。ということで、ちょっとこの単語が似てるからややこしいんですが、perspiration というのは汗とか発汗、汗をかくことです。エジソンは発明というのは 99% の perspiration と 1% のインスピレーションだって言ったんですね。まあ、そういう言葉を残したんですが、そのパースピレーションというのが汗ということですね。努力。99% の汗をかくこと。つまり努力と 1% の直感と。はい。ということで答えはプレシピテーション。降雨量、降雨という意味でした。はい。それでは力がつく音読のコーナーに参りましょう。The Sahara Desert in Africa is a geographical area. ここまで一気にいっちゃいましょうか。That receives very little.Precipitation. はい、ここでまたね、だからという結果が始まりますから、ちょっと一旦切りましょう。コンマもついてるしね。So it really rains there. はい、こんな感じでいいでしょう。はい、それじゃあ前から意味確認しておきましょう。英語の順番で理解できるようにね。サハラ砂漠はアフリカの地理学上の地域である。どんな ?That receives very little precipitation. 降水量が少ない。だからそこではめったに雨が降らないと、こうなります。はい、ということで前からね、意味も確認しながら音読していきましょう。それではどうぞ。 The Sahara Desert in Africa is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there. The Sahara Desert in Africa is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there. The Sahara Desert in Africa.Is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there. The Sahara Desert in Africa is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there.The Sahara Desert in Africa is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there. The Sahara Desert in Africa is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there.The Sahara Desert in Africa is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there. The Sahara Desert in Africa
is a geographical area that receives very little precipitation, so it rarely rains there. Good job! Yeah.